タバコは、ナスカタバコ族の熱帯地方原産の植物。栽培種としては一年草として扱われているが、原産地では多年草の植物である。歯の成分として、強い支壁性があるニコチンを含む、以下、植物のタバコについて解説する。二校舎なタバコウムは、リンネの植物の種で記載された植物の一つである。 日本語のタバコの直接の語源はスペイン語やポルトガル語のタバコである。ノーボディショナーリオディエ a リンガーポルトゥーゲザーによるとタイの族のタバコに由来する語でインディオの Y 字型の喫煙具のことを意味した。スペイン語のタバコ自体の由来についてははっきりしない。伝統的に行われている説としてはカリブ海で話されていたアラワク語族の言語の一種で タバコの葉、またはパイプを意味する語を借用したというものがあるが、タバコの語は、大航海時代以前の1410年頃からすでに、スペインやイタリアで使われており、アラビア語で一種の薬草を意味した、タブック、またはタバックに由来するとも言う。この単語がフランス語では、タバック、ドイツ語では、タバック、英語では、タバコとなった。日本ではポルトガル語の音に近い。 タバコとして広まった。漢字の当て字としては、タトモエイニシエ、タクハイニシエ、タヨーコ、タバコ、アワバージュートメなどが用いられることがあるが、タバコと書かれることが最も多い。中国語では、公園と呼ぶ。なお、山口県の一部地域には、タバコ谷という姓がある。タバコは、ナスカタバコ族の南アメリカの熱帯原産の植物である。 栽培種としては一年草として扱われているが、原産地ではもともと多年草である。タバコ族には約50の種が含まれるが、大規模に栽培される種は、タバコの他と二校舎なるスティカの二種に限られる。二校舎なタバコウムは、シルベストリスという野生種と、トメントシフォルミスなど、トメントサブシの野生種とを祖先とする、副二媒体である。タバコの種子の形状は、 回転団体である。質量は約50マイクログラム。タバコの種子は光を感知するため発芽には太陽光が必要である。発芽温度は摂氏25度である。成長すると茎は直立して草丈はおよそ2メートルになる。茎は繊維質で焚き木などの代わりとして炊事などに利用されてきたが、電気やガスの普及に伴い利用価値はなくなっており。 そのまま時期の肥料として畑に廃棄される。葉は約30センチメートルの大きさの楕円形。葉は30枚から40枚が着生し、このうち葉タバコとして採取するのは約6割である。これは位置によってニコチンの含有量が異なるためである。日本国内では葉を5種類に区別し、上から常葉、本葉、合葉、中葉、下葉と呼ぶ。 常用は6%程度、下葉は1%程度のニコチンを含む。葉の長さは2 0トルから6 0トル幅は1 0トルから3 0トル程度である。葉の表面には液を分泌する細胞があり、特有の周期を帯びる。また、葉には、線毛が多数あり、空気中のポロニウム210を吸着することが知られている。は花は柿に、 相上過剰で茎の先端部分につく。果敢の形状はロートに似ており、先端が五列する。色は種類によって異なるが、栽培種では、基部が白く、先端は淡紅色のものが多い。果実一つあたり三千粒程度の種子を含む。前奏にニコチンを含んでおり、五色すると、嘔吐や下痢などの症状を起こす。また、五色により、 筋肉の痙攣や麻痺といった症状が現れることがある。歯がタバコに似ているところから名付けられたものに以下のようなものがある。歯タバコは紙巻きタバコなどの原料であり、世界各地で生産されている。FAO の統計によると、全世界の歯タバコの生産量は635万トンであり、全体の3割以上を中国一国で生産している。 中国国内では、雲南省、貴州省、河南省、湖南省、四川省の順に生産が多い。雲南省の生産量は66万トンと、世界2位のブラジルよりも多い。大陸別の生産量は、アジアが6割、南北アメリカがそれぞれ1割ずつ、ヨーロッパとアフリカが1割弱という比率になる。タバコで有名なキューバの生産量は3.2万トンと、 数量としては多くない。日本の生産量は約5万トン。主な産地は黄色種が南九州、バーレイ種が北東北であり2004年における生産量の上位は宮崎県、熊本県、岩手県、鹿児島県、青森県の順である。 中国239万トン、ブラジル65万トン、インド58万トン、アメリカ合衆国40万トン、ジンバブエから17万トン、トルコ、インドネシア、イタリア、アルゼンチン、ギリシャ1991年時点の生産量は766万トンであり、約10年間で、旗箱の生産量が100万トン以上減少したことが、わかる。当時の生産国を、生産量順に並べると、 中国、アメリカ合衆国、インド、ブラジル、トルコ、イタリア、ジンバブエ、ギリシャ、インドネシアとなる。最も生産が減少したのは中国の70万トン、次にアメリカの35万トン、トルコの10万トンが続く。上位10カ国のうち生産が増加したのは唯一ブラジルであり約25万トン増えた。アルゼンチンも生産量が増加している。 国際連合の統計資料、United Nations Industrial Commodity Statistical Yearbook 2001によると、2001年の全世界の紙巻きタバコの生産本数は5兆4710億本である。歯タバコの最大生産国である中華人民共和国が、紙巻きタバコにおいてもシェア3割を超える最大の生産国となっている。 旗箱の生産量と比較すると、アメリカ合衆国、ロシア、日本、北欧諸国が原料の輸入国であること、インドネシア、ギリシャ、トルコは農業生産と国内の加工業までが一貫していることがわかる。中国から愛庁7000億本、アメリカ合衆国5800億本。 ロシアから3740億本、日本2372億本、インドネシア2300億本、ドイツ、トルコ、イギリス、オランダ、ブラジル、歴史、長崎県、平戸市の亀岡神社にある、日本最初タバコ出子トライの地の石踏み。慶長6年に、非全国平戸に来航した、フランシスコ・会員、ヒエロニムス・デ・カストロが、平戸藩主。 松浦主ゲノ部に、タバコの種子を贈呈している。また同年、ジェロニモでジェズスも、徳川家康に贈呈している。慶長10年には、長崎の桜馬場で、初めてタバコの種が日本に植えられた。制度日本では、タバコの栽培は自由化されたものの、歯タバコを原料とした、製造タバコの製造は、タバコ事業法8条により、日本タバコ産業以外には禁止されている。 原料用国内産用タバコの生産に際しては、同法三条の定めによって旗箱をすべて JT に売り渡す予定の工作者と JT があらかじめ契約をし、契約農家には JT から種子が無償で配布される。また、タバコ事業法は原料として使用できないものを除き、農家が売り渡す旗箱全量の購入を JT に義務付けている。なお、 JT と栽培農家の契約では、取引価格体系の違いによって、黄色種は、第1黄色種から第4黄色種、バーレー種は、第1バーレー種と、第2バーレー種に区分されている。日本各地に、主に栽培農家が進行する、タバコ神社がある。品種日本では、ブライトエローバージニアコーカー MC、つくばなどの黄色種と、バーレー21、太平。 道の区などのバーレイ種が栽培されている。両切りタバコや刻みタバコの時代に主流を占めていた在来種は現在、熊本県を中心とする九州産地一帯福島県、栃木県、茨城県、徳島県で5品種がわずかに栽培される程度である。黄色種はバージュニアブレンドと呼ばれるタイプの製品でタバコの味や香りの主体となるものである。また、 バーレー種はアメリカンブレンドと呼ばれるタイプの製品で香料を吸着保持してタバコのブランドイメージを作り出す重要な役割を担う。その他特殊な加工を施した原料が弾力性や香り、味を調和させるために使われている。工作タバコ畑へ等のタバコ畑はタバコは畑に種子をまいて育てるのではなく種は親床と呼ばれる 育病施設にまかれ、長さ2から3センチの葉が3から4枚に成長した段階で、さらに小床と呼ばれる苗床に仮に移植され、その後約1ヶ月成長を続けた後に初めて畑に移植される。種まきの時期は沖縄県の12月に始まり、順次北上して東北地方では3月となる。畑への移植時期は、 沖縄の2月上旬に始まり、九州では3月、東北では5月が一般的である。成長に伴い4月から6月に加賀が現れるが、開花直後に新止めと呼ばれる摘心作業を行い、加賀は摘み取られる。これは、脇芽の除去とともに、原料として利用する葉の成熟にとっては欠かせない重要な作業である。また、品種によっては、この時期に、 ニコチン成分の少ない下葉を除去して、常用から中用の熟成を促す栽培法を取る農家もある。新止め作業と前後して、最初の収穫作業が始まる。葉は、ニコチン成分の少ない下葉から、上位の木くらいの葉に向かって成熟が進むため、成熟した順に、葉の木ごとに区分をして収穫していく。黄色種では、 本場と、常用8から10枚程度を最後まで残して、十分に成熟が進んだ時点で一斉に収穫する、総垣という収穫作業が行われるが、農家によっては畑ごとの成長差や、天候状況などにより、順次収穫、乾燥している場合も多い。黄色種は、断熱パネルで構成された、面積2から6坪程度のコンテナ状のバルク、乾燥機に吊り込まれ、 石油バーナーで加熱した温風熱風を循環させて、約1週間をかけて乾燥させ、選別、圧縮を経て7月から10月頃に JT へと出荷される。バーレー種は、ハンガーバインターや村地川に挟んだ葉を、遮光したビニールハウスや屋内に釣って、約3週間から1ヶ月かけて自然乾燥する乾燥方法が一般的であるが、本場と常用を、 幹ごと刈り取って、幹ごと、摂氏35度から摂氏40度に保たれた、乾燥室に吊り下げる、幹干しと呼ばれる、乾燥方法が行われている地域もある。幹干しは、JT が、農家の労力削減のために一時期推奨したことも、あって普及したが、幹がついたまま収穫しなくてはならないため、高齢化が進む、タバコ農家にとっては重労働であるとして、 普及率は下がっている。農家から JT への出荷は、以前はすべての葉を一度に出荷していたが、現在は、早い時期に収穫、乾燥が済んだ葉を先に出荷する、早期買い入れを行い、その後収穫した葉をもう一度出荷する方法が一般的である。 ナス科の植物なので同じ畑で連続して栽培すると連作障害を起こし収量が減る。タバコくずタバコの葉のくずは窒素1%、リン酸1%、カリウム5%程度を含み肥料として使われることがある。園芸店やホームセンターでタバコくず肥料などの商品名で扱われ普通に購入可能である。ただし養蚕においては桑の石中に タバコくずが加えられる特話に、ニコチンが残り回顧の飼育に悪影響が出る、可能性が、富山県国事第244号、肥料取締法、第21条の規定に基づく肥料の使用上の、注意等の表示命令について、などに示されている。伝統的なタバコの産地、ありがとうございます。